99100。どうもテラマスです。今日は2時間試し打ちをしたらさすがにエイム神になるんじゃないか説を検証していこうと思います。今2時間ひたすら試し打ちしてきました。5つの的をずっと壊し続けてた2時間。それにより僕の精神は今敵を倒したすぎてうずうず。やばい、動いてる敵が動いてることに感動してます。2時間ガチでこもってずっと撃ってたからやっと打ち合いができる。神エイム、これは関係ないな。着地狩りはエイムとかじゃないもんね。オッケーオッケーオッケー。でもめっちゃいいかもしれん。当たんないか、今の乱数かな。でも試し打ちって10分やるだけでも結構、そっちか、結構エイム良くなるから、それを2時間やったら神エイムで対面最強になると思うんだよね。何時間試し打ちとか1回もやったことなかったから。でも今のところいいぞ。まあこちとら2時間打ってきてるから良くないと困る。これでエイム悪いなとかなったら2時間何だったのってなるもん。ナイス。ちゃんと62か。押されてはいるけど大丈夫。試し打ちしてきてるから、いつでも逆転できます。エイムゲーだからね、スプラって結局。いろいろ読み合いとか、立ち回りとか、大事だけど、単純なエイム力。めちゃくちゃ大事。ナイス。倒して、スプラやっててたまにエイム悪いみたいななることあるけど、試し打ちいっぱいしたらエイム悪いってなかなかなんないな。オッケーオッケーオッケー。途中音楽聴きながら試し打ちしてたんだけど結構良かった。音楽聴いてたら意外と時間すぐ過ぎる。音楽聴きながら試し打ち普通に楽しい。リードしたいね。ここのシールドガチ強。リードいけそう。ナイスリード。一旦安心。なんならもっと進めれそう。うわ、いいウルショ。そのキル超でかい。うわ、マジワイパーすぎる、それ。伸びるね、今の。あの距離近くなのか。ナイスキル。まだ攻めれそう。オッケー。ナイス玉溜まるぞ。ナイス玉投げてー、溜めて。ナイス玉、とりあえず一瞬降りちゃうけど、こっからサポートするわ。突っ込んでくれ。ナイスナイスナイスすぎる。味方信じてくれた俺のナイス玉を。19でけー。カバーして。ナイス、強すぎ。あ、そのボムエグ。ナイス。マジで今の当たってないの。気づいちゃったんだけど、ケルビンっていう武器乱数あるからエイムが完璧でも当たんない時あるな。まあ基本的には当たるんだけど、1割か2割ぐらいの確率で当たんない時がある。エイムが合ってても。ナイス球あるし、ノックアウト狙えるな。2時間の年季、年季が違う。よし、ここのシールド強すぎる。わあ、うまい打ち方。今の距離直撃か。味方頑張ってくれてる。こっち9カウントで残り30秒だから油断しなければ絶対負けない。いや、そういうの言うのやめよう。言うと負けるみたいなマジであるから、無言でやります。やっぱちょっと喋ります。
待って、やばい、マジか、やばい、やばくねえんだわ。2時間この一戦を勝つために俺は2時間打ってたんだ。最後マジ止めれてよかったくない。最後危なすぎる。ちょうど味方がタイミングよくやられちゃうっていうね。でも任せてほしい。この試合味方矛めっちゃ持ってくれてたからね。その分ヒルは任せてくれ俺に。ヒラメのガチョコバトル。ヒラメボコボコしてるからケルビンちょっと微妙だけど、いける。2時間やってきてるんで、これでめっちゃキル取れたら本物でしょ。試し打ちの効果。このステージだいぶケルビン難しいよ。まあ、個人的には難しいけど、嫌いではないんですけど、強ポジは用意されてるから。OK。中央は戦いづらいから、基本的に、ここで戦う。ここいい感じに、キル取れるから。マニューバ復帰で、来てないか。ってことは上に、そうだよね、マニューバ、上飛んだんだね。歩いてくるんじゃなくて。じゃあ、OK。中央ではボコボコしてるからケルビン戦えないけど、敵陣占拠する能力は結構高いんだよね、ヒラメ。この場所とか完全に平面だし。ここが家です。うわー、そのカバー、めえ。ナイス、エナスタが強すぎる。こっちドリンクいるのいいな、味方に。やっぱ X マッチで味方にドリンクいたら、一番嬉しい。ここのドヤ顔感すごい。この場所の長射程マジで強い。ただこういう中央の打ち合いになるとちょっと苦手。やれるかな。あ、ボム来るか。ボムがなかったらやれそうだったけど。ナイスケレ。味方前で頑張ってくれてるから、カバーでナイス玉入れてドリンク飲んで。さすがに当たんないか。アクション強化ついてるとはいえ。あ、惜しい。これセンサーでバレてるから。オッケーオッケー。バレてるからこそ右から絶対来ると思った。今とかね、センサーついてないと逆に相手来ないとかあるから、逆にトラップついてよかった説マジである。キル取れてるけどなかなか進まないな。ここ連続キル取んないと。連続キルは全然取って、やべえ、操作ミスだ。危ねえ。今上から撃つつもりだったんだけど落ちちゃった。関門行ったら熱い。関門だけなんとか行きたいけど、シャープマーカー溜まってるな。簡易タンク来ないか。上から簡易タンク来ると思ってシールド置いたんだけど、いや持ちいけないね。ホコマジで惜しいな。いかないか。ナイス。丸みがやばい。やって連続キル取りたい。キル取ってるけど定期的に1キルみたいな感じだから、連続キルしないと結局状況って大きくは変わんないんだよな。ドリンク飲みたい。危ねえ。このドリンクで強気にキル狙いきたい。ナイス。味方もキル取ってくれてる。それやれる。ここを頑張って進めたいね。関門突破してるし。ナイス持ち。いや、ありがとう。今味方最速で持ってくれたの。いい判断すぎ。12でかすぎる。あんなにカウント進まなくて怖い試合だったのに、12だったらだいぶ安心感あるけど、こうやって言ってるとまださっきみたいに危なくなるっていう可能性あるし。ちょっと待って、喋った途端にいきなりカニ団子来た。やばいって、怖い。
いきなり流れ持ってかれるとかあるからね、このゲーム。いや、いける。2時間やってきてるから、努力は裏切らない。ジャンピングスライド。ジャンピング。ダメ。このジャンプ楽しいけど、やんない方がいい説あるかもしれない、もしかしたら。音でバレちゃうしね、敵に。これ、矛倒さない戦法ありやな。残り時間が10秒で、相手矛のカウント20だから、倒さないで延長入ったらさ、相手時間切れでやられちゃうから、倒さなくて良さそう。冷静に冷静に。相手残り8秒だから、来るしかない。わ、行かれちった。まあ、でもキル入ってるから、ナイス。怖かったけど、怖くなかった。メイみたいになっちゃったよ。夢だけど、夢じゃなかったみたいに、マジで。どうも、メイです。カンターという感じでね、今日、試し打ちの成果、だいぶ、出てたんじゃない？エイム悪いみたいな、そんななかったよね。2時間はやりすぎだと思うけど、5分、10分だったら、皆さんおすすめかもしれません。X マッチとか、やる前に、ちょっと試し打ち。なんだかんだ試し打ちって大事なんじゃない？と思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。